こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしていくよ。今回のテーマはスパロボ V の最強隠し機体ランキングよ。隠し機体ってスパロボの醍醐味だよな。あれも仲間になるんだ。こんな機体が手に入るんだ。でね、フラグを探すのも楽しいわね。そんで、スパロボ V の隠し要素はどんな感じなんだ？数自体はあまり多くはないわね。隠し機体も正直、少なめではあるわ。へえ、そうなのか。終盤のルート分岐にまつわるフラグが醍醐味って感じね。隠しフラグって結構大変なのか？機体等のフラグは案外簡単よ。因縁のあるキャラ同士を戦わせたり、撃墜させていけば達成はできるわ。ただ、関わるキャラが多かったりするのは注意点ね。なるほど、一人戦わせておけば安心ではないってことか。特にガンダム周りは関わるキャラが多いわ。作品をまたいでフラグが設定されてることも多いので、いろんなキャラで戦わせておきましょう。大体理解したぜ。あと、隠しではあるんだけど、2周目以降は無条件で加入ってのも多いわね。周回プレイの度にフラグ立てるのも面倒だもんな。総合すると割と隠し要素全体がかなり楽にはなってるわ。その辺も踏まえつつ見てほしいわね。わかったぜ。隠し要素の中には、加入が早まるという要素もあるんだけど、今回それらのユニットは除外してあるわ。加入自体は普通にやってても行われるから隠し機体ではないって判断か。そうね。ボンタ君やツバル家がそれに該当するので、今回ランキングには入れてないからご注意いただきたいわ。ってことで早速ランキングを見ていきましょう。ガンダムユニコーンに登場する輸送船ね。機体自体には武装がなく、中からギラズールが出てきて攻撃する形になってるわ。戦艦が隠しってのも珍しいな。普通にやってるとスポット参戦なんだけど、フラグを立てると最後まで使えるようになるわ。戦闘面は武器が一つだけで正直いまいちね。デフォルトで補給装置があり、カスタムボーナスで修理装置がつくわ。補助型の戦艦って感じね。案外使いやすいんじゃないか？ダブルOのプトレマイオス2回が修理装置持ち、かつバリアもあってトランザムで移動攻撃ができるようになるので、そっちの方が強いわね。なんだ？じゃああんまりフラグ立てる意味もなさそうだな。そうでもないわよ。ガランシェールを加入させると、ファクトリーシナリオで、タクポイントが500ももらえるわ。500はぶっちぎりで多いので、獲得は目指す価値があるわよ。また、加入時には S アダプターと、高精度センサーシステムという、強力な強化パーツが付いた状態で加わるの。タクポイントと強化パーツの方が魅力的に見えるな。フラグはマリーダとリディに対応するパイロットとの戦闘で成立するわ。この時、受動とプル2が、マリーダとフラグの関係にあるのがポイントね。マリーダさん、プル12だもんな。スパロボならではの絡みね。マリーダとクシャトリアは無条件で加入するわよ。そっちの方が隠しっぽいのにな。機体自体は強くないけど、その他の要素が魅力的なガランシェールが10位よ。クロスアンジュに登場するレイジアが9位よ。パイロットはアルゼナルの司令官、ジルが担当するわ。見た目結構強そうだな。味方のクレオパトラやテオドーラ、エンブリオのノルヒステリカと同じラグナメールね。性能も期待できるな。ただ他のラグナメールと比べるとね、武装は剣とビームライフルのみ、テオドーラやクレオパトラにある能力覚醒もないし、パラメールが持ってる凍結バレットもないわ。だいぶ見劣りするな。運動性の高さやサイズの小ささを生かした回避性能はあるんだけどね。ジルも能力は高めで精神も優秀なんだけど設定の割に指揮官スキルを覚えないわ。使っていくには育成や強化パーツが必要になってくるわね。隠し要素なのに。ただまあ、エンブリオとの決着を直接つけさせるとか、そういう使い方をしたい人にはおすすめよ。2周目からは無条件で加入するしね。フラグは、サリアたちがエンブリオに寝返った後、彼女たちとアンジュを戦わせることで成立するわ。専用セリフも見たくなる展開だし、多くの人が自然とフラグ立ててそうだな。初参戦のマイトガインから、ブラックマイトガインを紹介するわ。お、これはスパロボ展開の予感。そうね、原作では正義の心に目覚めるも強制的に悪に書き換えられ、最後に正義の心を取り戻して自爆してしまうわ。今作ではその展開を回避して仲間にできるわよ。いいねえ、スパロボらしい展開だぜ。フラグはマイトガイン勢の合計撃墜数。マイトガイン以外の機体はそんなに強くないので、積極的に撃墜数を稼ぐようにしないといけないわね。17話までに達成しなきゃなので、結構急ぐ必要もあるわ。2周目に緩和とかはないのか？緩和はないけど、撃墜数が引き継がれるから実質自動加入になるわね。性能としてはマイトガインの武装を減らしたバージョンって感じね。移動攻撃が射程2の動輪剣のみなので、ちょっと使いにくいわ。マイトガインはマイキスライサーが射程4まであって使いやすいの。さらに、マイトガインは2人乗りで精神が豊富に使えるわ。総じて、マイトガインよりはだいぶ劣るわね。
まあその辺はしょうがないか。改造すればカスタムボーナスで同輪剣の威力も上がるし、エースボーナスで、マップ中に一度だけ勇気がかかるわ。一発のパンチ力ならそこそこあるので全然使い道がないってこともないわね。愛を持って使えば最後までいけそうだな。ブラックマイトガインの仲間入りは、マイトガイン参戦が発表された時から期待されてた展開だったわ。へえ、人気あったんだな。いいエピソードなのよね。ぜひ原作でも見てみてほしいわ。ガンダムユニコーンの機体ね。今作ではゼータガンダムのジェリドが乗り込むというオリジナル展開になるわ。原作ではカスタムじゃないバイアランに乗ってたもんな。スパロボ V では G ハウンドという部隊で、ヤザンと共にプレイヤーの前に何度も立ちはだかるわ。ただ一部シナリオではスポットで味方になる展開があり、受動やカミーユで戦闘や撃墜をすることで正式に仲間になるわ。ちなみに、ここでフラグを立てなくても困難ルートに入れば仲間になるわよ。あのジェリドが仲間になるなんてな。仲間になった際はカミーユに名前を笑って悪かったと謝罪するわよ。スパロボ展開だぜ。機体としてはやはり空が飛べるのがポイントね。ただクロスボーンやダブルオーの機体は普通にみんな飛べるので、そこまで珍しくもなくなっちゃってるわ。ゼータの頃は貴重だったのにな。武装の中ではやはり P 武器で射程が4あるクロワームね。威力はまあそこそこあるし、カスタムボーナスで全武器が攻撃力プラス200されるわ。気力が110必要なのがちょっとめんどくさいわね。まあエースになるほどではないか。ジェリドはデフォルトでダッシュを覚えてるので、バイアランの移動力7も相まってかなり移動性能は高いわ。また、エースボーナスで敵ターン時の攻撃力が 1.3 倍になるの。これで数値以上のダメージも期待できるわ。なんか乗せ替えた方が強そうな気がするぜ。攻撃力アップの精神が愛しかないのは少し惜しいわねー。魂とかだったらもっと使いやすかったわ。ジェリドが愛ってのもなんかいいな。愛する女性を失ってきた男だものね。ゼータでカミーユたちを苦しめた、ハンブラビも仲間になるわ。原作通りヤザンが乗ってるわね。ヤザンが仲間になるのは驚きだな。今作が初らしいわ。今作ではジェリドとセットで出てくるわね。隠しフラグもジェリドと共有なので、一緒に仲間になるわよ。相変わらず凶悪な感じなのか？スパロボ V はダブルゼータも参戦してるわ。つまり、一度完全に落ちぶれたところから再度復活してるのよね。ダブルゼータの時はかなりキャラが変わって出てきたもんな。今作で初めてヤザンの本気を見た受動たちも驚いてたわ。ハンブラビは可変モビルスーツなんだけれど、システム上は変形できないわ。戦闘アニメの中で変形するだけで、基本ずっとモビルアーマー形態ね。武装面ではやはり必殺武器の海蛇に注目したいわ。威力こそそこまで高くないけど、気力ダウンの効果を持ってるわよ。おお、これでボスの気力をガンガン下げてくわけだな。まあもしか下がらないから、正直そうもいかないわね。カスタムボーナスで威力が300アップ、サイズ差補正虫がつくわ。それでもエース級と比べるとちょっと見劣りしちゃうわね。パイロットの方はどうだ？ヤザンの能力自体は高めね。精神では先見があるのが大きいわ。味方を選択してひらめきの効果を与えるんだけど、なんと消費銃で使えちゃうの。へえ、だいぶお得だな。ひらめきが必要な場面は多いから助かるわね。スキル面では、気力プラス ATK、闘争心、気力限界突破と、気力面にまつわるものが多いわ。さらにエースボーナスで戦闘に参加すると気力がプラス5されるので、あっという間に気力がマックスになるわよ。ハンブラビって気力いるのか？武器の使用に気力は必要ないわね。だからまあ純粋に攻撃力アップと考えるといいわ。好戦的な性格が現れてるスキル設定だな。今作の主人公機、その回収バージョンね。このパターンも多いな。主人公が後継機に乗って、前の機体も残って誰かが乗るというね。この機体は元井のバングレイから基礎性能、武器の威力もアップしてるわ。それが手に入るのは結構美味しいな。さらに、主人公機の改造も引き継ぐのでかなりお得ね。主人公機改造しないってこともないもんな。ただし、バングレイにはあった修理装置がなくなってるわ。また副主人公のみで、サブもいない。そういう違いはあるわね。とはいえ、元が主人公機なので十分使っていける強さしてるわ。加入は結構遅いのか？前後12話中の49話ね。かなり遅いな。味方も育ちきってるので、それらを控えにして出す価値があるかっていうと、ちょっと悩ましいわね。後継機だったりパワーアップしたりしてるもんな。副主人公はどちらも魂を覚えるし、エースボーナスでダメージが 1.1 倍になるので戦闘力は高いわね。機体がもうちょっと強かったら文句なしだったな。逆襲のシャアで登場した機体ね。今作では、ガンダムユニコーンのロニが乗って登場するわ。シャンブロとの戦いの後も出てくるのか。この機体は宇宙ルート限定の登場で、2周目からの条件緩和もないわ。厳しめなんだな。フラグを立てたり説得をしたりできる場面が少なくて、
獲得はスパロボ V の中でも一番難しいかもしれないわ。機体としてはいつも通り、大型で HP が多く、長射程の戦いを得意とするわ。ただ地形適性が宇宙以外低くて、空も B となってるわ。宇宙の戦いが多いとはいえ、この辺をケアするのは必須ね。本来宇宙用だもんな。カスタムボーナスは移動プラス1、走行プラス500と、地味に底上げされるわね。威力アップとかが良かったな。ところで、ロニが乗ってくるならロニも仲間になるのか？いえ、ロニは若いこそするもののパイロットとして加入はしないわ。とても辛い目にあったし、さすがにまた戦わせるのは、かわいそうだな。生き残ってくれただけでもよしとしましょう。パイロットは NT 技能があるけど機体に恵まれてない面々。プル2あたりがいいかもしれないわ。欲しいガンダムの兄弟機、ペイネロペイネ。先行のハサウェイは待望の参戦だったな。今作では G ハウンドの一員として、ヤザンやジェリドと一緒に出てくるわ。スパロボの性能的には、クシーよりちょっと劣るわ。運動性は5、最強武器である高機動攻撃の威力も200と、ほんのちょっとの差ではあるけどね。まあ差がありすぎてもおかしいもんな。カスタムボーナスも同じで、ファンネルミサイルの威力アップと、移動力プラス2というものね。本当に兄弟機って感じだな。ただクシーは隠し武装でミサイルポットが手に入るわ。これは通常兵器とマック兵器があって、かなり運用に変化が出るわね。パイロットはどうだ？パイロットのレインは反骨心を持ってるわ。これは自分より技量の高い相手と戦う際、攻撃や防御に補正がかかる能力で、強敵との戦いにはもってこいね。エースボーナスは気力130以上で、ターン開始時に腹痛がかかるわ。それってどうなんだ？レインは集中と直感があるんだけど、腹痛もあると防御面では安心ね。じゃあ結構使い勝手はいい方なんだな。第2位はガンダムユニコーンのラスボス、ネオジオングよ。まさかこいつが仲間になるなんてな。さすがに驚きね。条件を満たす、もしくは困難ルートで加入することになるわ。やっぱ強いんだろうな。欠点は地形適性が宇宙以外 B ってぐらいね。通常版は最大9まで射程があり、マップ兵器版もあるメガ粒子砲。そしてサイコシャードは無改造で5000と、リアル系ではトップクラスの威力ね。これがカスタムボーナスでさらにプラス300されるわ。かなり強力だな。そしてパイロットのフロンタルね。能力が高く、強化人間ということもあってかなり避けるし当てるわ。そしてエースになると、強化人間が NT へ変化してレベルが1上がるの。強化人間から NT になるのか。強化人間のままだとレベル8までだけど、エースになると NT レベル9まで成長するわ。めっちゃ強いな。指揮官持ち、フルカウンターもデフォで持ってるわ。さらに精神では覚醒持ちとかなりの強パイロットね。強い機体に強いパイロット、隠しにふさわしい能力だな。押村区は加入がかなり遅くて、最終話まで残り2話程度ってことね。まあレギュラーで使えちゃったら他のユニット食いかねない性能してるし。育ち切った味方の中でも目を見張る強さをしてるので、そのまんま最後まで使ってもいいわ。なんかいよいよ強い隠し、って感じで盛り上がってきたぜ。今までの隠しはそこまで強い、って感じでもなかったものね。劇場版エヴァンゲリオンからエヴァ13号機よ。へえ、これが隠し機体なのか。一応参戦作品にエヴァ級はあるんだけど、本編の再現は行われないわ。実質機体のみの参戦ね。フラグはどんな感じだ？39話に登場する死闘2体ともシンジで撃破することよ。開始前にシンジがエースになってればどっちか片方でも OK ね。案外簡単だな。フラグが立つとシークレットシナリオが解禁されて、13号機が登場するわ。直前に初号機の疑似進化形態が解禁されるんだけど、初号機と13号機どちらも乗り換えて使っていけるわよ。強さ的にはどっちがいいんだ？初号機自体もかなり強力よ。進化前から長距離型なんだけど、進化後はそれがより顕著ね。武装は格闘と2種類の衝撃波のみ。シンプルだな。衝撃波は通常版が最大射程8、威力は無改造で6600よ。めちゃくちゃ高くないか？ゲッターの新社員スパークが6900なので、それに匹敵するわね。そしてマップ版もあるってわけよ。さらに、HP 回復ショート EN 回復台があるっていうね。この時点でめちゃくちゃ強いんだが、13号機はそれに匹敵するのか。まず、サブパイロットにカオルくんが入るのがかなり大きいわ。そうか、13号機は二人乗りだったな。カオルは希望、絆、激励、友情など補助系の精神を多数覚えるわ。また、覚醒を覚えるのも嬉しいわね。サブパイロットとして最高じゃないか。そして機体の面、防御ユニットという武装は遠距離版と近距離版があるんだけど、遠距離版は射程が8あるわ。遠距離は問題なさそうだ。そして最強武器の槍ね。ああ、あの抜くのか抜かないのかでもめてたやつだな。射程は2までだけど威力が6000、バリア貫通とサイズ差補正無視があるわ。なるほど、最強武器が近距離型になるんだな。
EN 消費は80と大きめだけど、カスタムボーナスで50まで抑えられるわ。他にも細かい武装があって、使い勝手はこちらの方が上ね。でも破壊力があるし、初号機の方がいいってケースもあるんじゃないか？言い忘れてたけど、疑似進化には発動条件があるの。気力170かつ、シンクロ率 90% が発動には必要になるわ。めちゃくちゃ条件厳しいな。初号機のカスタムボーナスでシンクロ率の上昇率を2倍にできるけど、それでも気力170まで持ってくのはちょっと手間ね。対して13号機は最強武器の槍でも気力130で使えるわ。その辺も使いやすいってわけね。なるほど、総合すると確かに13号機の方に部がありそうだな。EN 面を若干ケアしてあげるだけでガンガン戦っていけるわよ。1位も納得だぜ。というわけで、スパロボ V の最強隠し機体ランキングを紹介したわ。上の方がズバ抜けてた印象だぜ。最初にも言ったけど、隠し機体自体が少ないのよね。昔はもっと隠し要素あった気がするぜ。その分、フラグも複雑で管理が大変になってたわ。作品の主人公機でさえ隠し要素、なんてこともあったわね。まあ今は誰でもとっつきやすく楽しめる、それもまたいいじゃないの。確かにな。というわけで今回の動画はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。